はい、どうも、いつきんです。今日はですね、メデューさんの魔法編成の方を改めて、紹介していきます。で、昨日、上げた編成があるんですが、昨日の編成と違うところがですね、強化を抜いて、7化を入れた編成になります。で、この編成いいところがですね、下振れ上振れの差が、ほぼないというところにあって、強化編成だと、上振れは400超えて下振れは330とか、になってしまうことが、あるので、もちろんタスキルを使って上振れを狙っていくというのもいいんですが、安定するっていう意味ではこちらの、編成の方をおすすめします。で、こちらの編成ですね、下が360、上が380万ぐらい、で安定するので、例えばメデューサの HP が、残り370とかっていう時に、強化でいくと下振れてしまうと倒せないっていう時は、こちらの編成を使ってみるのもいいかもしれません。タイムランに関してはいつも通り、左側に、つけていますので、参考程度に、ご覧ください。はい。